ベンのレビノフはアメリカ合衆国のバイオリン奏者。本名はベンのレビノビッツ。ニューヨークにユダヤ系ロシア移民の子として生まれる。カーティス音楽院でレオポルト・アウアーに支持し、1927年にカーネギー・ホールでデビューを飾った時には、エドワード・エルガーとピョートル・チャイコフスキーのバイオリン競奏曲をシ・アウアーの指揮で演奏した。その後は、 アメリカとヨーロッパを股にかけて演奏活動を行い、1930年代後半から1940年代初頭まで某放送のためにアルフレッド・ウォーレンスタインの式で28ものバイオリン競奏曲を演奏して名を挙げた。1943年にはピアニストのシルビア・スミスと結婚し、以後は 夫婦でのデュオを中心に演奏活動を行った。ノースカロライナ・シューブルバードにて没。トンプソン、オスカー・ボール、ブルース、ザ・インターナショナル・サイクロペディア、オブ・ミュージック・ミュージシャンズ・ドット・オミード、P2591。ありがとうございます。